はいどうもみなさん、こんにちは。あきょうけいです。今回ですね、タウンホール5における、えー、その優先順位というか、そのアップグレードの順番についてね、まあその優先順位を説明していきたいと思います。今回ですね、やはりタウンホール5になって、やっぱ一番先に上げたいのはアーミーキャンプですね。やっぱアーミーキャンプの、その、 なんてでしょうそのやっぱ兵力やっぱりユニットっていうのは必要よりやっぱり量だと思っているのでバーバリアン1体レベル6が3体いるよりもバーバリアンレベル1がもう、まあ、30体ぐらいいた方が確実に強いんですよなので、まあ、今回はアーミンキャンプを1番としますそしてですね、まあ、2番はうーんとですね やはり個人的には、えー、まあそうですね、やっぱり呪文工場も作れるようになるっていうことで、結構それもでかいですよね。あと、ウィザードの塔が建設可能になるということも非常にでかい。そして、ラボですね、やはり次はラボが来るんじゃないですかね。やはりラボ。えー、まあ先ほどね、えー、まあそのユニットは必要利量だみたいな感じで言ってましたけども、もちろん強いユニットが、えー ね、もうそれたくさんいればもうそれに強いことに越したことはないですからやはりそのラボでのそのラボの重要度っていうのはすごい上がりますね、まあ、ラボはアップグレードしたいですねやはり次はですね、まあ、呪文工場も作れるってことですごい重要なんですよっていうのも、まあ、その呪文っていうのはタウンホール、まあ、6以降かなまあタウンホール5でやっぱ呪文を使うこと機会っていうのはあんまないと思うんですけどタウンホール6では まあ6以降78とえまあ上がっていくにつれてまあヒーリングの呪文であったり0時の呪文であったりまあそういうのが使えるようになるんですけれども呪文工場タンホール5ではそこまでちょっと重要度は高くないかなと思いますやっぱ次はちょっと私的にはウィザードの塔ですねやっぱりあの迫撃砲のそのねまあこの赤いところは攻撃できないっていうのを補うっていうのもあるんですけどやはりウィザードの塔は1.3秒1.3秒の間隔でその ね、順々焼くわけですよ相手を1.3秒なんですけれどもやはりウィザーの,の塔の攻撃はその範囲攻撃なのでバーバリアンであったりアーチャーであったり、まあ、ジャイヒーなんかも攻められると思うんですけどもやはりそのジャイヒー対策であったりバーバリアンラッシュであったりそういうのをまあ一瞬にしてね崩壊させることができる防衛施設ですそしてまあとはまあそうですねあとはまあ壁壁とか まあ壁、やですね、やっぱり壁が25個増えるので、まあ、こうえー、防衛の幅も、まあ、若干ではありますけども、広がりますね。まあ、そんぐらいですかね、順番としてはまあ、呪文工場が来て、まあ、あとはアップグレードは、他のね、まあ、大砲とかも、えー、アーチャータワーとかアップグレードできると思うんですけれども、まあ、それはもう本当に、もう大工がある限り、もうガンマししてください。あの、うん、はい、もう本当に、ガンマ足したらいいことがあるね。 それぐらいですかね。まあ、まあ、ということで。まあ、今回はえー、その防衛施のタウンホール5における。まあ順位というかまあ、個人的にこうなんじゃないかなというまあ、自分の見解でしたえー。ご視聴ありがとうございました。